というわけで9月9日のニューズオペード終了しました。ここからはアフタートークということで、もう先ほどは安倍さんの話でもう終始終わってしまったので、その後、安倍政権の今後についてお二方にお話をお聞きしたいと思います。植草和秀さん、そして五十嵐さん、よろしくお願いいたします。あのお二方はなんか十数年ぶりにお会いしたというふうに、お会いした、まあ、リモートですけれどもとお聞きしましたが。そうです、はい、そうですね。あのそれまでは結構あのウェクスさんとはお話をさせていただいて。そうなんですね。やっぱり接点があるですね、はい、お二人。あの勉強好きな政治家でしたから、あ勉強させていただいて。そうなんですね。それはそっちの話もちょっと興味深いななんて思いましたけれども、先ほどちょっとお話聞けなかった、まあ、今のところこう菅官房長官は早期の衆院、まあ、衆院の、選挙の方をするかしないのかっていうのが、ね、あのいろいろささやかれてますが、植草さんこれはどのように見られてますか。選挙そのもの、はい、当初ですね、うん、あの菅さんが、次の内閣が決めることと、まあ、次の総理が決めることということを言われた後、昨日は、今はまだそういう段階ではないという少し火消し発言があったんですけれども、うん、まあ、解散についてはあの嘘を言って良いということになっているという、まあ、これもあの俗説でありますけれども、そういうふうに言われていて、ここでもう解散を匂わせればですね、当然もう一気に解散の風が吹き荒れますので、ここは止めていると思います。ただ、うん、今回コロナで、安倍内閣が2020年度に第1次第2次の補正予算を組みました。第1次は当社の小さかったんですけれども、現金給付一律10万円になりましたので、最後にかさ上げされた。第2次補正は一気に膨らんで合計58兆円という予算を組んでいるんですね。これも日本の国家予算、一般会計予算の半分強に当たるような金額で、とてつもない金額と、まあ、これはおそらく選挙に向けての買収資金としての補正予算だと思いますので、この補正予算を組んだ時点でもう年内総選挙という暗黙の前提はあると思います。ただ、コロナという問題がありますので、これがなかなか読みにくい部分がありますが、おそらくですね、この秋の深まった頃から来年の春にかけて本格的な第2波があるかもしれない。ですからもしやるとすれば、その前にやらなければいけない。それから東京五輪がどういう形になるか分かりませんけれども、少なくとも安倍さんが言っていたような完全な形での実施というのは難しいと思いますので、まあ、こういうことが難しさが鮮明化するのもやはり10月から12月頃にかけてということで、その問題が出てくる前に内閣支持率が上がり、また新内閣発足でご祝儀の気分が強い間にやってしまう。早ければ10月25日、遅ければ12月、29日ですかね。これがあの最後のタイミングになると思うんですけれども、うん、この10月から12月の間に選挙をやるというのは、私は現時点での規定路線ではないかなというふうに見ております。なるほど。ただなんかこんな時にやっぱり選挙ってお金もかかるじゃないですか。なんとなくやってる場合かっていう気もしないでもないんですけれども、五十嵐さんこれどうなんでしょうか。この先ほど大貫さんおっしゃってましたけどですね、なんでこの時期に、安倍さんが辞めなければならないんだと、これはねやっぱり選挙しかないと思うんですよ。要するに自分たちの実績が否定されることは嫌だと、だからとにかく石破さんにはさせたくないと、うん、そして、後継はもう最初から菅さんだと決めていたと思います。それで納得して、二階さんも麻生さんも仕組んだという、うん、私は予想してますから、これはもう選挙は必至だと思います。なるほど。早ければ植草さんおっしゃるより早く、もっと早くですね、この熱が、菅フィーバーが衰えないうちにやってしまうということになるんだと思います。で、これに対する反対は
公明党さんだと。公明党さんに対しては公明党さんと入れ替えて維新を入れるぞというふうに脅しを入れて納得させるということだと思いますから、維新にはですね、橋本さんの閣内取り込みということもあるというようなことを匂わせてですね、これは与党化させていくということだと思いますね。これも含めてですね、もう全て作詞の皆さんが仕組んだことではないかなというふうに思います。ですから早期解散必至だと思います。なるほど、そうなんですね。ちょっとそんなことしてる場合かって思っちゃうのは、やっぱりこう政治家の人たちはもう政治しか見てないですね。結局この安倍内閣が長期化したという話先ほどありましたけれども、この現代政治において唯一のハードルというのは選挙なんですね。選挙の時さえメディアを使ってムードを使って多くの心ある人を選挙に行かせずに必ず動員する人だけ動員すれば選挙を勝つことができる。それだけでこう8年やってきたという政治ですので、まあ基本的にはもう選挙のことしか考えていないと言っても過言ではないものだと思います。でその選挙は来年の10月までに必ずあるということです。この1年間でできるだけ有利なタイミングを選ぶという発想でものを見てますので、しかも、この事故にとって都合が良いことに今新規感染者数がやや減少傾向にありますので、なるほど、この減少傾向があればその間隙を縫ってというように考える可能性は極めて高いのではないでしょうか。なるほど。その選挙の件なんですけれども、なんとなくもう今自民党っていうムードがなんとなく流れてるじゃないですか、日本に。だけど立憲民主党とか、あと国民民主党と2つの無所属グループによる合流新党、これができれば、まあ、自民公明党と互角に戦えるようになるんではないかっていうことも植草さん言われおっしゃってるようなんですが、はい、それはそう、まあ、こちらの五十嵐先生の方が専門なんですけど私の考えちょっと言わせていただきますと、やはりこれまでの野党共闘ってなかなか力が出なかったというのは、実は野党共闘と言いながら重要な基本政策が必ずしも一致してなかったんですね。例えば、原発の問題もそうです。それから憲法の問題もそうです。今回合流新党ということで、私はこれ氷炭から出た駒というふうに言っておりますけれども、やはり立憲主義の進化ということで今の憲法の枠組みを守るということ、それから原発をゼロにするということを綱領に一応明記することによって玉木さんが抜け、そして連合の中のいわゆる六三別と呼ばれるもともと民社党を支援してきた同盟を中心とする勢力が一歩ここから離れたということで、新しい合流新党ができる結果として政策はかなり明確化しうる状況になっているんですね。その結果憲法を守ること、それから原発をゼロにすること、うん、そしてさらに一時的という条件付きではありますけれども、消費税減税についても打ち出したということで、こうなると共産党とか社民党とか令和新選組などとしっかりとした政策を軸にした共闘体制を組むことができるようになるので、この上でこれまでの個人的な何て言いますか確執を乗り越えて一選挙区一人という立候補者の体制を整えればかなりの前線はできると。なるほど。ですからこの新党をどちらかというと何て言うか軽く見る報道が多いんですけれども、実際よく見てみると、うまくいかせば大化けする可能性はあると期待しております。なるほど。五十嵐さんどうなんでしょうか。私は植草さんと違ってですね、消費減税でですね、大衆を釣ろうとするのは危険だと思ってましてですね、もしその一時的にやるっていうんだったらどういう期間でどういうやり方でですね、それを終わらせるのか、一旦減らしたら戻すっていうのは大変なんですね。こういう今のような状況からですね。ですからその時にですね、年金カットや何かをですね、しないで済むということをですね、明確に打ち出さなければやるべきではない政策だと思ってますから、なぜ、苦しい中で、
消費税増税をですね、民主党も選んできたのかということをですね、もう一度考えるべきだと思ってます。で、そういう意味でですね、あまりその民衆するよりというような形でやってくるなら自民党と変わらなくなる。自民党が生き延びたですね、自民党安倍政権が生き延びた原因の一つはですね、民主党の政策をうまくパクったからということもあると思うんですね。それは最低賃金のアップだったりですね、あるいは高校の実質無償化、これも民主党の政策ですね。それをうまく取り入れてですね、そして自分たちの手柄にしてきた。それをそのマスコミもですね、安倍内閣がやったことの業績の中に数えるというようなことがあって伸びてきたわけですから、私は単なる大衆芸能迎合でですね、そういう政策を打つんだったら見透かされるだろうなというふうに思います。若い人たちに将来があるような政策をきちんと打っていかなければならないと思いますし、私は野党はなかなか厳しいものがあると思ってます。民主党時代の時もですね、平時の支持率は大して高くないんですよ。 7% ぐらい、せいぜい。しかし選挙になると 14、15% 取って、自民党といい勝負に持ち込めるということがあったわけですけども、今回は足してもそこまでいかない。立憲もですね、ここへ来て、合流の話が出てからむしろ支持率が下がってしまっているんですね。そういうことを考えるとそう簡単にはいかないなというふうに思います。何も全ての政策で一致する必要はないですし、私は選挙のためにですね、合同で候補者を立てる、ということはですね、これはオリーブの木と言いますけれども、あり得ることでですね、政策はある程度違っててもそれは尊重し合って構わないというふうに思ってます。ですからそういう意味でですね、野党が共同で候補者を立てるということには大賛成ですけれども、旧民主の2つの政党がですね、合流したからといって、それがすごい力になるとは、残念ながらですね、なかなかそう思うのは難しいなというふうに感じています。なるほど、まあ、お二方もそれぞれの、ね、意見を聞かせていただいて、一言ちょっといいですか。ごめんなさい。消費税の問題についてはもともと五十嵐先生と私の考えは真っ向から対立する部分がありますので、多分この消費税問題をもし論じるとすれば多分あと1時間とか2時間時間が必要になっちゃうなというふうに思ってます。あまり深入りはしませんけれども、はい、ただですね、その1989年度に消費税が導入されて、2019年度まで31年間上げた税収は400兆円なんですね。ただこの31年間に法人税が実は300兆円減税になって、所得税が175兆円減税になってますので、275兆円減税になってますので、消費税で400兆円税収上げたにもかかわらず、所得税と法人税で575兆円減税してしまったと、いうことがありまして、実はその税の構造を変えれば実は消費税を下げたりなくしたりできる。それと今回58兆円の補正予算なんですけれども、1人当たり10万円の給付をすると大体13兆円かかるんです。でそれ以外の部分を例えば消費税の税率を今10を5にすると、これを4年間やると44兆円ぐらいかかるんですけれども、例えば4年間消費税を5にしますというのと10万円給付とできるのが実は58兆円の補正予算ですが、それは58兆円の残りの部分は13兆円除いた部分は GoTo とかですね、さまざまな利権支出に充てて選挙の買収資金にしようというのがもう自公の考え方なので、実はそういうやり方もあるんですよということを紹介したりしています。ただこの問題は多分すぐには結論出ない話だと思いますので、また次の機会楽しみにしていただきさせていただきたいと思います。はい、いろんなお二方の意見が聞けて楽しかったです。またぜひ次回もオップエイドで楽しいお話を聞かせていただければと思います。植草さん、五十嵐さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。